みなこんにちは、ハリーです。ポッティロッシュ、トンシェガイ。今回なんですけれども、トゥルトゥルピン告知は、8月末には激アツイベント、まだまだあります。さっそくやっていこうと、その前ですね、皆さんご報告あります。チャンネル登録者数、10万人到達いったありがとうございます。めちゃくちゃ感動したし、興奮しました。桁が変わるんでね、久しぶりに10人バンと乗りました。本当にありがとうございます。ざっと僕の今の気持ちを話させていただきます。長くなるとあれなんでね、簡単に言いますと、もうワクワクしかありません。僕は昔からずっと人を楽しませることが特に好きな人間でして、やっぱり喜んでくれるのが嬉しいんですよね。みんなが笑ってくれたりとか、友達を笑かすのが好きだったし、幸せで優しい空間を作るのがすごく好きな人です、僕は。だからそんなことを思いながらいつも毎日動画作ってます。今日の動画もそんな気持ちです。 YouTube 入ってからその気持ちは1ミリも変わりません。2022年1月1日、新年明けてから動画を上げてここまで来ました。本当に応援してくださった方、子さんの方々がまずいたからこそずっとやり続けられたと思います。本当にありがとうございます。そして始めたての方、まだ見て出会ったばっかだよという方、これからもぜひ末永くよろしくお願いします。次は目標15万人目指していきたいと思います。よろしくお願いします。そして本日報告があります。まず一つ目が、新チャンネル、実写チャンネルを開始します。ありがとうございます。昨日の YouTube ライブ配信にて発表させていただきました、実写チャンネルというのを作らせていただきました。現在700人の方がすでに登録してくださってます。ありがとうございます。嬉しい。こっちの動画では主に実写チャンネルを行っていきます。なので、まあ、自分がね実写して動画出していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アイコンに映ってるの僕です。銀の盾の動画からねスタートしていきたいなと思うんですけど、約まあ大体1ヶ月くらいかなと思うので、まあ1ヶ月くらいはねちょっと動画が上がらないんですけど、まあちょっと忘れた頃に多分上がってるかなと思いますので、10万人動画ぜひお楽しみにしていてください。そして投稿頻度についてなんですが、このバウンティーラッシュのチャンネル、今見てもらってるチャンネルの投稿頻度は今までと全く変わりません。サブチャンネル的な感じで実写動画が増えるみたいな感じになります。まあだいたい1週間に3本くらい出せたら嬉しいかなっていう感じですね。実写動画の方はバウンティーは変わらず毎日2本。いや頑張っていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ますます盛り上がっていきますよ。そして2つ目の合格です。2つ目なんですが、質問コーナー募集しております。ありがとうございます。10万人実写記念ということで質問コーナーをやっていきたいと思うんですけど、その質問コーナーの質問を募集したいと思います。この動画にぜひコメントをお願いします。この動画見てくれた人がコメントくれてるとね嬉しいなと思ってるので、ぜひですねこのコメントに質問書いてってください。その質問答えていきたいと思います。全部答えるか分かりませんが、またなるべく多くのコメント頑張ってね質問コーナーやっていきたいと思うんで、ぜひお楽しみにしていてください。いや実写でみんなで会えるの楽しみだよ。本当に実写動画もお楽しみに。これからも何卒よろしくお願いいたします。さあということで、本日1本目の動画でいきますが、8月末のイベント予想していきましょう。やっていこう。はい、現在ですねバウンティーラッシュ8月中旬15日現在撮っておりますが、いや盛り上がってまいりました。19日残り4日後になんと超越戦キャラクターの登場するであろう生配信を控えております。これワクワクだね。生配信に関してはいろんな動画作ってきまして、シャンクスなんじゃないやとかね、いろんなところビビー見てみようぜとかやってますので、ぜひねそっちの動画見て一緒に楽しんでってね。今回見ていきますのは、その大型イベントたち、8月のイベントが終わってくるとどんなイベントが始まるのかっていうことをね見ていきたいなと思うんですよ。これなんで見ていくかっていうと、明確な理由が一つあったね。それは今後のイベントが分かってれば、どういうアイテムの使い方をすればいいかが分かるからっていうことでございます。今回紹介していくのは、そうかけらガチャについて紹介していきたいと思います。いやあのね、実はかけらがめちゃくちゃ大事になってきます、このシーズンっていうのは。なんとかけらが配布されないんですよね、普通は。いつもだったらさ、かけらガチャっていうのが来てダイヤ使って150個とか200個とかゲットしていくっていうシステムだったでしょ。だけど今さ、フェス限のガチャが来てて300個くらいゲットできて、その他チャレンジイベントがたくさん来てて3日に1回とか4日に1回とかチャレバト来てるもんね。でそういうのでかけら配布していくっていう形に今変更されてんですよね、運営さんは。こういうかけらが多い時っていうのは、超越戦キャラクターの数、新キャラクターの数が多い傾向にあります。なので今後はね、かけらを保有してるかしてないかで一気に変わってくるんだよね、今後の楽しみ方が。ということで、これを後悔しないように、8月末どんなかけらのイベントが来るのか、ざっとまたいきたいと思います。それやライトサマーキャンペーン、ありがとうございます。そうで
です。8月末に来るといえばライトサーバーでございますよ。毎年恒例のかけらガチャイベントとなっておりまして、去年来てたねかけらガチャ、これレイトさんまとめていきたいと思います。まず去年来てたレイト様ガチャこちら、なんとかけらが100個ゲットできます。やばすぎるね、このかけらの数が半端ないでしょこれ。ちなみにこのガチャ2周できたので1周100個、2周で200個ゲットすることができるということで、この時期のかけら配布としてはめちゃくちゃ大きいものになってます。この200個があるからこそ今来てるかけらは今から来る19日発表の超越戦客隊使ってもいいなとかさ、あとからこんなの来るんだってなったらじゃあちょっと貯めてって27日とかのイベント更新のキャラクターに使おうかなとかさ、なんかそんな感じで使い方が変わってくるよね。夢開き花開くかけらの使い方ぜひ楽しんじゃってください。レイト様赤ちゃんに関してはレイリーとかサボ、ワカドフィーということでキャラクターのピックアップに関してはちょっと微妙って感じかな。ただフェスゲンキャラクターピックアップされてる傾向があるんですよ、レイト様赤ちゃんっていうのは。なのでとりあえずねフェスゲンキャラクター最近だったアルベルクとかジャブラとかなんかそこら辺のキャラクター来てもいいかもしれないね。まあ赤属性のキャラクターは結構ピックアップされるんじゃないかなと思ってますと。というのも今回ねおそらく来るのが青属性に対抗できるキャラクターが確定してるので、緑属性か白属性になってきます。なので赤属性だったら緑に対抗できるしね、まあ、白属性だったらちょっと何も対抗できないんですけど、とりあえず赤属性系だったらアルベルとかのフェスゲンキャラクターが強いので、まあ、そこの辺も期待できるよね。そして2023年ライトのガチャキャンペーンということで5ステップライスセミガチャログインボーナスバトルポイント交換所割引ということで、交換所割引来てるのがでかいよね。さらにはこんな感じでログインボーナスも来ちゃったんですけど、去年来てたログインボーナス見てみるとハンマーとか来てる感じになってたね。まあ無課金者の人にとってはめちゃくちゃ嬉しい報酬になってるんだけど、課金者とかまあちょっと続けてる人に関しては、まあ、微妙だなっていうようなイベントの内容になってたんだよね。まあ、無課金者の人にとっては今ねハンマーとかダイヤとかそしてコインとかめちゃくちゃこの3つ必要になってくるっていうことも動画で紹介した通りなので、この3つを使ってなんとか育成してほしいわけだから、こういうねちょっと小規模のイベント来るんですけど8月末っていうのはこういうイベントもログイン逃さないようにしてほしいかなって感じがするかな。ということでここまでが去年来てたレイツ様ガチャになっております。ただですね2022年一昨年来てたレイツ様ガチャはちょっとイベントの傾向が違います。4ステップライトセブンガチャということで、なんとメダルなんですねこれが。はい、去年と同様にバカドビンとサボが来てます。ウルティが来てるということで、こんな感じでねサポートのキャラクターたちが来る傾向にありますが、メダルだったんですよこれ。ちょっと微妙だったよねメダルはね。ログインボーナスの方でもハンマー系とかしか配布されず、なんかちょっと微妙な感じがしてました。なんでこうなってしまったのっていうと、実は去年と一昨年の傾向は全く違ってね。2022年はシャンクスが登場した年でしょ。シャンクスが登場した後ってフェスゲンキャラクターとか超越戦キャラクター登場しなかったんだよね、3体目とかが。だからゼファーの7月8月のシャンクスこれで終わりだったんだけど、去年はさ全く違ったじゃん。7月にキッドアンドロー、その後超越戦キャラクターの復刻が重なってシャンクスとかも来て、そしてニカルフィが来た後のすぐさまサンジ君の登場、そしてエンマゾーの復刻、えぐかったよねイベントの数がね。もうこんな感じでキャラクターとかゲットしないキャラクターたちが立て続けに来る時っていうのはかけらが配布される傾向にあるということを覚えておいてください。もしねこれねレッツタマーケメンイベントが来るとしたら8月末に9月5日今回の更新日になってますが、ここでのイベント更新で新キャラクターとか新超越戦キャラクター、去年サンジ君登場してるから新別系キャラクターが緊急で登場したりとかするとね、これまたワクワクなのよ、超やばいでしょこれ。ということでレイトサマーガチャでかけらが配布になるかならないかを見極めてもらえば今後のイベントも分かるという動画になっておりました。ということで見ていきました、どうでしたでしょうか。いやめちゃくちゃ激アツなイベントは今後来るぜ。8月末まで見逃さないからね、みんな要チェック。見ていきました、次の動画でお会いしましょう。ではまた。